たいと思いますが、ウィスポのこちらのお姉様たちにサポートをしてもらいたいと思います。リサお姉様、ベニお姉様、はい、ごきげんよう。私、ウィスポのお嬢様三姉妹長女の花房リサよ。どうぞお見知りおきよ。はい、私、ウィスポのお嬢様三姉妹次女のヤークもベニよ。どうぞお見知りおきを。エマもちゃんとご挨拶しなさいよ。あ、はい、お姉様、ウィスポ三姉妹三女の愛沢エマよ、お見知りおきを。はい、今日はかわいいわね。あ、ありがとうございますわ。憎たらしいわ。今日もそれでいきますのね。そうよ、今日はこちらの3姉妹でお届け していきたいと思いますわ。よろしくお願いしますわ、はい、噛んでも可愛いわね。ちょっと噛み噛みですわ。ちょっと緊張しておりますので。緊張して今短期時間に 2,3 回ぐらいトイレ行ってた。そうよ、それは言わないでください。この子すっごい回数行ってたんだから。直前にも間に合うかしらとか言って。そうね、そうですね。そうですね、緊張してらっしゃるね。本当に緊張していますね。頑張らないと。あずかかい目で。じゃあちょっと軽く、はい、なんで今日私たちが私たち緊張しておりますからね。どうにかなるね。まあでも私たち3人がついに公式になったということよ。ちなみにそうね、私たち今まで勝手に自分たちでそうよそうよ名乗ってきたのだけれど、公式配信にね、ついにむしろそうね、公式になってしまったわね。運営さんからいつ注意されるんじゃないかと思ってたけど、もう公式で雇ってくれたわ。そうね。まあ、ちょっと今日エマが MC っていうのがちょっと許せないんだけど。いや、ごめんなさい、声が綺麗だからね、しょうがない。まあそうね、ちょっとあの抜擢していただいたので、まあ、のも抜擢って自分で言うのやめてください。何やった、あなた自選したの自分のこと。いやだ、我こそはと勝手に手をして、うちだ、私たち MC をしたいと姉上たちを差し置いて。我こそはと。ちょっともう今日ぐらいはちょっと出しゃばっていこうかなと思っておりますわ。あんた怖いじゃない。そうやな、しょうがないわ。なら、それでは、はい、グッズについての紹介なんですが、はい、はい、ここでお姉様たちにグッズ情報の公開をかけて、とある問題にチャレンジしていただきますわ。はい、できるかしら、お姉様。あら、あんたちょっとセリフ割愛するのやめなさい。あんたここに台本に書いてるこのセリフ読みなさい。やめなさい、ちゃんと割愛するんじゃないわよ。せーの、せーの、はい、おほほほほ。あ、いいじゃない、いいじゃない。そうね、そうね、まあ、そんなことをしてやる。頑張ってセリフ変えたのにやめてくださいます。そうね、さんがちゃんとおほほって書いてるんだから。そうだから、そう、ちゃんと読みなさい、読み上げなさい。はい、では第2問。一ノ瀬ウルハのインタビュー記事が掲載されている女性週刊誌は、こんなものわからなければウルハお姉様に怒られてしまいます。そうよ、そうよ、じゃ読んでもいいかしら。はい、正解はアンアンですわ。あなたベニったら、ちょっとあれよ、ちょっと要因な感じがちょっと出ちゃってるわよ。セクシーだったですわ。ちょっと艶がありすぎるわね。では第3問、猫たつなの初配信日は、こんな愛すべき後輩の猫たちなの初配信日が、はい、そうね、わからないわけがないでしょ。2022年6月24日よ。おー、さすがですわ。後輩の記念日すらも把握してらっしゃる。そうよ、もうすべて把握しているわ、あなたたちの。じゃあ私のは知ってるかしら。ちなみに8月のどこか。最低よ、お姉様。最低よ。英語切りましょう。冗談、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 ヨーロピアンジョークよ、今のは。最低だわ。でよ。2022年8月25日。なんでお姉様、正解ですわ。なんでお姉様2人が分かってるのに、はい、私のデビュー日だけ知らないのかしら。それはあんた、なぜかしら。ちなみに、リサお姉様は6月13日ですわでね。次行きますか。ごめんなさいね。はい、ではあのグッズの話を、はい、どうぞ、はい、はい、お願いいたします。はい、どうぞ。後で表に行きなさい。はい、納涼祭りで焼き鳥の屋台を担当したのは2人いますが、はい、その担当メンバーはくるみのあと、もう1人は誰でしょう。はい、ではいいですか。はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。答えは小柄トト先輩ですわ。
違いますわお姉さん。あれあれ違うの？違いますわお姉さん。鳥と言えば鳥先輩ではないんですもん。あなたそのつながりはちょっとエグいですわ。大事な大事な。確かによくよく考えたらそうですわ。焼き鳥屋さんのリスコメンバーの出てる野菜を間違えるだなんてあなた。いや。ヘニお姉様？あなた方の尻拭いは私がやるわ。お願いします。お願いしますわ。ではいいかしら。篠宮ルナ。リサお姉様？どうかしら。違いますわ。お姉様。あら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 とみたいな。ヒントを出しますわ。ヒントをいただけます。はい。まあ、一番清楚、はい。一番清楚。そんなもの。私かしら。今小原トト先輩を出してしまいましたわ。違いますわお姉様。私はフライドポテトの屋台をしていたから。リサお姉様じゃないですわ。ベリーお姉様でもないですわ。役をした覚えはないわ。焼き鳥焼き鳥でしたわそういえば。役もベニは。いやあなたじゃないわ。違います。あなたはフランクチョコバナナです。違う私チョコバナナよ。あ何のつながりしたのよ。ごめんなさい。フランクのつながりやめて。じゃあ。はい。ベニお姉様とリサお姉様と同じくらい清楚な方ですか？同じくらい清楚。そんなもんいらっしゃらないわ、V スケジュール。私とリサお姉様の並んだんて同じくらい清楚な方ないいらっしゃらないわ。いや、今横にあのええあれそあどこかしら。じゃあもう実物のお写真の方。あ、それは後で出るのかしら。後ですか。いいベニさん、今よ、はい。あ、今ですか？見なさい。11ページ、11ページ。11ページ。見ましたわ。申し訳ない。はい、そうね。今年も1年、いろいろありましたね。はい、それでは最後に、購入特典の紹介と実物の写真の画像ももらっているみたいなので、こちら紹介させていただきますわ。あー。実物の写真を見た感想などいただけると嬉しいですわ。これ。ん？あ、間違えました。これ。ごめんなさい。私たちの あのちょっとすいません。私やってしまいましたわ。私マリさんスタッフさんのあの意向を読んでしまいました。私たちがやるべきことを読み上げてしまいましたね。申し訳ございません。卓上カレンダー。あら、思ったより可愛いじゃない。そう、めくって使えるということですわね。あら、ぜひめくりたいわ、まあ、そうね、ベニのスカートよりめくりたいわ、このカレンダー。やだやだ、何言ってんのやだ。とてもめくりたいわ。私のスカートのがめくりたいわよ。そうよね、確かに。そうよ、ね、同じぐらいめくりたいわ。そうよね、同じぐらいの魅力があるってことよ。残念ながらコミックマーケット当日のお楽しみということで、そうなんですよ。まあ、でもケチな運営だわ。ケチ。そうね、ちょっとだけでもダメかしら。ねえ、ちょっと運営さん。エマさん。運営さん。ちょっとお願いしなさい、あなた。ねえ。運営さん。お願いしますわ。見たいですわ、私。ダメよ。運営さん、セクシー。真似をしとけよ。イラジかけよ。運営さん、お願いしますわ。見たいですわ、エマ。かわいい。これには運営も一個なんじゃなくて。うなっているんじゃないかしら。どうよ、うえさん。うえさんの OK が出たみたいなので、OK が出たの。少しだけ情報をお伝えすることができるらしいですわ。あら、ちょろすぎませんこと、うえ。まあ、リスナーさん、ちょろいわね、うえさん。相沢エマのおかげよ。いや。